階段アミーゴ。あとちょっとごつい話の後だったんで短い話だけ一個していいですか。あの怖いっていうとちょっとあれなんですけどね、境港、松江、出雲とやったんですけど、連日見に来てくださったお客さんがいたんですよ。で若い男性の方なんですけど、いやありがたいなと思って、で何がありがたいって、終わった後、まあ僕せっかく地方なんでご当地怪談とかあったら教えてくださいって話してたら、あのご当地っていうか体験談なんですけどいいですかっていう話になって、その男性があのものすごいおばあちゃん子だったらしいんですよね。でおばあちゃんにもうすごいよく育てていただいて、もう家族の中でもいろいろとなんか自分が嬉しい思いをしてくれるような、いつも守ってくれるみたいな大好きなおばあちゃんだったと。ただおばあちゃんは、まあ、そのうち、まあ、体調も悪くなりの老人施設に入ったりもして、そのまま、まあ、普通に亡くなられたらしいんです。で結構おばあちゃん子だったし、おばあちゃん大好きだったので悲しかったんですね。でそれからしばらく経った時に、家で普通にテレビ見てたら、まあ、地元のローカル局なんですけど、ニュース番組みたいなので、まあ、どこどこの老人施設にこういう演奏の人たちが来てイベントで盛り上がりましたみたいな映像が流れて、まあ、演奏の人たちが映ってて、それを見て盛り上がるおじいちゃんおばあちゃんがわーって映ってて、でそれを見た時に、あこれおばあちゃんが入ってた施設だと思って、だからああ懐かしいなと思って自分も行ったことあるから見てたら、それっておばあちゃんが亡くなった後結構経ってからのイベントなんですけど、わーってあの盛り上がってるおじいちゃんおばあちゃんが映ってる中に自分のおばあちゃんも映ってるんですって、うん、で自分のおばあちゃんも映ってその演奏を聴きながら口ずさんで楽しそうにこうやってるんですって、うん、と思って、でいやそんな見間違いのはずないと思って、自分おばあちゃん子で大好きだからおばあちゃんの顔を見間違えたりはしないと思って、でもどうしようってそのローカル局に問い合わせたんですって、うん、でその放送した VTR って見せてもらうことできないですかと、自分の実はおばあちゃんが亡くなってるんですけどそこに映ってたんですって問い合わせたら、 VTR を見せてもらえたらしくて、うん、もう一回見たらやっぱりそこにおばあちゃん映ってるんですって、ってなって、でそのローカル局の方も理解のある方だったんですけど、何回見てもおばあちゃん明らかに映ってるんです。でもおばあちゃん亡くなった後なんですよね。でおばあちゃんがいた施設だからと思ってじっと見てたら、おばあちゃん映ってたんですっていう話を聞いたそのローカル局の方が VTR くださったみたいで、今もその VTR を再生するとおばあちゃんに会えるんです僕っていう、めっちゃいいなと思いました。あるんですね、うん、しかもそのね、あの1回だけ映って、うん、もう1回見たらいなかったとかじゃないんですよね、うん、何回見ても映ってるから、その VTR をローカル局の方がくださったっていう、いい話だなってすごい思いましたね。